エアフロリダは1971年から1984年まで存在したアメリカ合衆国の格安航空会社。ジミー・カーター政権による航空規制緩和政策によってフロリダ州内のローカル航空会社から全米、欧州に路線を拡大し、急成長したが1982年のエアフロリダ90便墜落事故をきっかけに利用客が激減し、 設立後わずか12年で倒産してしまった。規制緩和後いくつも生まれては消えた、新興航,航空会社の一つである。マイアミ国際空港に到着したエアフロリダの、ロッキード L-188 エアフロリダは1972年、マイアミに設立された。設立当初は、中古のロッキード L-188 エレクトラや、ボーイング727、DC-9 などを使って、 フロリダ州内の路線を運行する小さなローカル航空会社であった。ダグラス DC-10 ボーイング七百三十七から二百0この小さな航空会社の転機となったのは九百七十八年にカーター政権によって行われたディレギュレーションであった。エアフロリダはその年の十二月には初の州外路線であるマイアミワシントン DC 間の路線を開設。エアフロリダを率いた元ブラニフ航空の エドワードシー・アッカーは新規路線や新機材の投入を積極的に行い、わずかの間に全米へ路線網を拡大した。さらに1980年には初の国際線となるマイアミロンドン線を DC-10 を使って開設。同じ年にはアムステルダムやブリュッセルへ定期便を就航したほか、欧州各地へチャーター便を運航するなど急成長を遂げていった。 わずか数年で急成長を遂げたエアフロリナだったが、そんな急成長にも陰りが見えるようになってきた。アッカーはフルス・ブラニフ航空の南米路線を買収し、さらには西ベルリンを拠点にしていたエアベルリンにも資本参加し、買収を狙ったが失敗してしまった。さらに、そのアッカー自身がライバルである、名門大手のパンアメリカン航空へ移り、社長になってしまった。 アッカーの後のエアフロリダの経営陣は短い間に交代して安定せず一方パンナムに移籍したアッカーは今度はエアフロリダに対して値下げ構成を行うようになったこうしてエアフロリダの行く手には暗雲が漂い始めたそんな中の1982年1月13日ワシントンナショナル空港を離陸したフォートローダーデールきの九十便がポトマック川に墜落 乗客乗員74人と地上で巻き込まれた4人の計78人が死亡するという大事故を起こしてしまった。この事故によって利用客は激減し、エアフロリダは定期国際線からの撤退を余儀なくされた。こうして急成長を遂げたエアフロリダも事故後は坂を転がり落ちるように衰退、路線も縮小していき、1984年には倒産。 その年の7月3日には、すべての運行を停止し、消滅してしまった。ボーイング737から200、ボーイング737から200ダグラス DC-9 から15ダグラス、DC-9 から 15RC マクドネルダグラス、DC-10. ありがとうございます。